第97話、なんか、すごくいいことが起きそうな回。だって、先にあらすじを紹介しますけど、たかしをめぐる、舞と秋月ふみ子の三角関係の結末やいかに。後藤のバンバが東大阪にやってきて、めぐみさんとしみじみ語り合う。としか、あらすじとして紹介されていないのです。三角関係は先週で終わっているし、バンバが東大阪に来るってことは、たかしと舞の結婚式じゃんね。出演者を見ても、ゆら先輩、りんこさんの名前もあるし、あれから姿を見なかった、ハルトも登場するみたいです。舞を支えてくれた人が集まるって、結婚パーティーですよね。なのに、リアルタイムで見れない悲しさ。今週は通院もあるし、新たな出発をするであろう。たかしと舞を録画で見ることになるなんて、悲しいです。そんな私の事情ばかり話していても、なんか悪いので、お祝いの短歌を作りました。きらめく輝き、花咲き誇る日に、愛を誓い、結ばれし二人、祝福の言葉を。